こんばんは。お疲れ様です、皆さん。皆さん、お疲れ様です。今日はですね、ちりめんパーティーの収録をしてきました。放送は11月、一番早いので11月の17日ですね。11月17日に初回は放送されます。で、なんかね、清水のさらちゃんがね、体調不良でね、私が代打で出たんだけど、なんか本当に季節の変わり目だから みんなも気をつけてほしい。やっぱ暑かったり寒かったりするからさ、体温調節むずいよね。なんかさ、普通に今日の夜はこのぐらいでいいやと思って布団かけて寝てたらさ、思ったより寒くて、布団もう一枚欲しいってなったりさするよね。でも私が今日この格好してるのは、上に羽織ってたものがあるんですけど、日中そんな寒くなかったからこの格好してて、今もそんなに寒くないのでこのままでいいやと思って、そんな感じ。こんばんは。これ去年も着てた。去年の秋も着てた気がする。なんかあんまり着る機会がないんですよね、この半袖ニット。なんか半袖ニットってさ、あれじゃない？夏着るのは暑いし、なんか秋の寒くなった時期に着たら、寒くない？ってなりそうだしさ、むずくて。もうでもまた今年も着る機会を逃したら嫌だなと思って来てます。さっきまでゆめりんさんの卒業コンサートの配信を見てました。あれ、あ、今日だったんですかね。マジか、見逃しちゃった。私見ようと思ったのに。なんかね、見れますよみたいなね、連絡来てたんだよね。あー、14時からと18時から。もうめちゃくちゃ終わってるじゃん 今日だったか。そうか、チクショー、今日でしたか。なんかで、ブログの記事を途中まで書いてたんですよ。そしたら、あ、これ収まりきらんなと思って、ゆみりんさんの卒業コンサートのこととか、あと日曜日にあった生誕祭卒講のことをね、書こうと思ったんだけど、ちょっと収まらなかったので、またちょっと改めてにします。もうずっとブログ地味に休んでる。すまない。なんかね、でも地味にね、なんかね、地味にね、まあ主にゲームなんですけど 地味にうっすらやることがね
多いんですよ。アンケート書いたりなんたりかんたり、そんなこんなしてたら時間がどんどん過ぎていく。こんばんは。そんなこんなわけで蝶を閉じた、また巡り合い、いやよだめよくんずほぐれつれ、花楽しく恋して、トゥ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 。アンケートはなんかちょっと私は新しいお仕事、新しい方面のお仕事に向けてちょっと動き出してるんですけど、でもそのお仕事がは結構狭き門なので、それが成功するかどうかは分からない。でも何かお仕事が決まったらまたお知らせします。今は何とも言えない。です。そう、私は私で頑張ります。こんばんは。いや、なんかまだねオーディションとかの段階でもないなんかマネージャーさんにこういうの興味あるかなみたいな言われて、あでもないこともないのでやってみますみたいな段階ですね。まだ何にも踏み出してないですはい、まだ何も受けるとかそういう話にもなってない。なんか全く生まれてすらないですお仕事が。なのであれですね、興味関心意欲のアンケートです、ただの卵すら生まれてない人です。はい、卵が割れそうでもなく、卵もない状態ですね話が。はい、てかさ、この数日で美容室に行こうとしてたんですよ。あとクリニックに行こうとしてたんだけど予約が取れなくて、どっちも。残念。まあでも髪の毛の調子悪くないから別にいいけどね。そう、髪の毛切りたかったんだよね。なんか伸びすぎて、まあでも結構理想の長さにはなってて、まあでもちょっと伸びすぎてるかもって思ったので、10センチ、拳1個分ぐらい切ってもいいかなと思ってます。こんばんは。拳。ちょっと、あ、そうだそうだ、今日はまたゲームを、後半はゲームしながら配信していこうと思います。なのでまたドゥームズデーのス
スマホアプリゲーム Zoom's Day のね話をしていくので聞き逃さないように気をつけてください。まだちょっと配信始めたばっかりなのでちょっとまだスタートしない。絡まってる。こじこじ？こじこじおしゃれでかな。育成の仕方が今一つわからない。あ、育成の仕方ね。じゃあちょっともう一回さ、昨日の配信みたいにちょっと復習していくね、基礎的なことを。何分から始めようかな。とりあえず30分ぐらい経ってからにしたいから、半からゲームアプリの話をしようと思います。10時半から。そうします。こんばんは。まだ Dooms Day をダウンロードされてない方、愛こじ同盟に入ってない方、ぜひお待ちしております。 Dooms Day とはっていうとこからの方Dooms Day っていうのは今ST48 とコラボしているあのアプリゲームなんですけど、その Dooms Day をダウンロードして、あ、公式ホームページをちょっとチェックしてもらってダウンロードして、で参加の入力フォームに書かないといけない、入力して送信しないといけないんですけど、その作業を終えたら私の同盟に入ることができます。でそのゲームはですね、なんと、リネちゃんとペアで頑張ってまして、まあそれぞれ一人一人メンバー同盟があるんだけど、リネ同盟とアイコジ同盟がペアになってて、で今回その2ペアで1位を目指して優勝得点を狙っております。こんばんは。そんな感じです。一人でも多くの方に参加していただけると嬉しいです。そうそうそう、参加フォームに入力しなかったら私の同盟に入れないんですよ。多分その Dooms Day の運営の方から参加の入力フォームに入力してくださいってメッセージがいくと思うので、まあわかると思うんですけど、はい、こんばんは。てかこんなに髪の毛伸ばしたの久しぶりな気がする。高校以来かも自分の中で。いやもしかしたら初めてかも、こんな長いの。高校ぶり。
トゥ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 、後でクイックルワイパーしよう。コジロングです。でも髪の毛普通に切りたい。さすがにこんなに短くはしないけど、結構セミロングぐらいだったらバレないかなと思ってバレるかバレないかの基準が。コジロング、最近さこういう女の子多くない？こういうキャスケットかぶってさ、港区女子みたいな、新宿かな、港区じゃない、新宿かもしれない。こういう女子多い気がする。みたいな。荷物少ない系女子。港区。なんかそこら辺ですよね多分、よくわかんないけど。それであのちっちゃいカバン持って、ちっちゃいカバン持ってって感じじゃない？今日行ったカフェ本当に今日行ったカフェ本当に美味しかった。うん、オーガニックのコーヒーオーガニックのコーヒーよね。本当にあの私コーヒーオーガニックのココナッツ入ったやつしか飲まないからとか言ってそう。私はバンバンコーヒーカフェイン何でも取るオーガニックなんか知るか、知るかよ。
あ、でもなんかね、なんだったっけあれ、ココナ、なんかね、ココナ、あ、でもなんかココナッツコーヒーみたいな、前飲んだことあるけど、それは本当に美味しかった。それは本当に違いが分かった。よく名前は覚えてないけど、あれは美味しかった。これが運命と思い込んで、死ぬの生きるのって騒いでた。夢から覚めただけ、息をするのも苦しいくらい、眠れぬ夜を乗り越えられた。お疲れ様です。あ、30分ちょっと長いからもう始めちゃいましょう。始めちゃいます。じゃあ今からですね、ルームズデーの、今やってるルームズデーの話をします。アプリゲーム、デューになってないよね、ドゥだよねマネージャーさんが間違えた。ドゥームズデーなのにドゥームズデーにマネージャーさんがしてたから、このドゥームズデー担当のマネージャーさんドゥですよ。ドゥ、じゃあまあ軽くこのゲームの概要について説明します。皆さんこちらの画面をご覧ください画面共有させていただきます。こちらですね、 Dooms Day SC48 タッグバトル、こちらが今回のイベントのイベントで使うアプリでございます。こちらのこちらのアプリをダウンロードします。はい、こちらはですね、ホームページからダウンロードしてください。タッグバトルのホームページへのリンクへ飛んでいただいて、そこから、少しどういうものかをチェックした後に、私の写真の下のダウンロードボタンからダウンロードをしてください。ではですね、ストラテジーゲームというそうです。
なんかゾンビを倒したり、自分のお庭の中、まあシェルターって言うんですけど、自分のシェルターの中の建物を建てたりとか、あと兵士を訓練させたりとか、あと農作物をこう採集したり、あとこうみんなで協力して外のゾンビとか敵を倒したりとか、あとヒーローっていうのは、まあこのゲームの中でキャラクターがいるんですけど、そのキャラクターを育成させたりとかってするゲームです。はい。で、今回とても大事になってくるのが、何がポイント換算されて1位になるのかっていうと、戦力と本部のレベルがとっても重要なんですよ。はい、じゃん、こちらですね。拳のポイント、もう拳のポイントがゲームをちょっとダウンロードされた方はもう進めてる方ももう分かると思うんですけども、このね、自分のアイコンのここね、これこのポイントがとっても重要です。これを私は拳ポイントと言ってます。一つ目はこの拳ポイントと、もう一つお庭の中のこの本部、真ん中にあるこの本部がねのレベル、この二つが大切になります。本部の拳ポイント、本部のレベル、これをどれだけ上げられるかっていうのが大事で、そこがポイント換算されます。拳ポイント、本部レベル、この2つがとっても重要なので、これを、上げるのが最優先です。で、戦力の上げ方ですね。はい、戦力の上げ方なんですけど、そうで、1位の得点が BLT に6ページ掲載されるっていうのと、あとは中間の発表の際に1位だったら広島駅の広告に、載ったりします。大型広告だそうです。頑張りましょう。で、あとファンの、こうやって参加してくれたファンの皆さんにも得点が待っているので、皆さん頑張りましょう。で、ちなみにこれちょっと気をつけて、まだインストールしてないよって方に気をつけてほしいんですけど、はい、イベントはですね、イベントホームページからアプリをダウンロードしてください。で、ちゃんとそのイベントホームページ内の参加フォームに入力をしてください。そうじゃないと私の、チームですね、私の同盟に申請しても認証されないので気をつけてください。あとトラッキング許可、 iPhone 使ってる方はトラッキング許可とかお願いします。で、今回その重要になってくるのが、まあ各々のその拳ポイントの上げ方の基礎的な部分をちょっと言っていきたいと思います。
ちょっとごめんなさい、結構基本的なことをバババッと言っていきますね。一つ目は、建物のレベルを上げる。はい、本部レベルを上げるときにも必要になってくるんですけど、まあ、この建物をのレベルをねどんどん建設していって、1から2へ、2から3へ、3から4へみたいな感じでどんどんレベル上げるのが大事です。で、2つ目が、こちらですね、技術のレベルを上げる。技術っていうのは皆さんのお庭の中にある研究所で、研究をすると、技術ポイントが戦力に乗っかります。で、3つ目が部隊のレベル上げる。これは訓練を進めることですね。訓練をどんどんしていくと兵士のみんなが、の数が増えたり、あと強くなったりします。で、4つ目がヒーローを育成させる。ヒーローは警察署ってあるんですけど、そこでまあ俗に言うガチャですね、まあ、いわゆるガチャを引くとキャラクターが出てきて、そのまあそれがヒーローなんですけど、そのヒーローをポイント使ったりして育成させていくと、まあ拳ポイント上がります。で、ちょっとこのヒーロー以外はスピードアップ の, あのアイテム使えるんで、どんどん建物を早く建てたりとか、技術のレベル上げる、この研究を早くスピードアップさせて進めるとか、部隊の訓練をスピードアップさせて完了させるとかをどんどんしていってください。で、そしてこういう地道な作業が拳ポイントのレベル上げにつながります。で、次もう一つが、この重要な拳ポイントのもう一つが本部のレベル上げ で、この本部のレベルの上げ方はもう建物と同じやり方です。ただ本部を上げようとすると、他の建物をこの12レベル、例えば病院とか警察署を12レベルに上げてねって言われるので、それを上げてから本部レベルを上げることになったりするので、はい、しっかり他を上げてから本部レベル上げましょう。そうじゃないと進みません。はい。で、他にもちょっとゲームを進める上で大事なことがあって、ミッションですね。これはその1日にこういうことをしたらアイテムもらえますよみたいなのがあるんですよ。これはまあおのずと進めていけばわかります。で、作戦、これもまあ自然と進めていけばわかるんですけど、なんかね、あのステージ、マリオみたいな感じでステージがあって、作戦はそのステージをどんどんクリアしていったら新しくアイテムもらえたりします。で、バッグが、まあ、自分の持ち物ですね。自分の持ち物を確認できます。で、まあ、ちょっと同盟は飛ばして、レーダー基地とかで偵察するのも、みんなのお庭の中にレーダー基地ってあるので、偵察するとこれもアイテムゲットできるので、皆さんやってみてください。で、捜索、偵察の次は捜索。捜索はまあガチャみたいなものです。警察署でできます。まあこういうのをちまちまやっていくとアイテムもらえたりして、そのアイテムでこういう上げていく作業ができるので、やってみてください。はい、まあミッションの進め方、ミッションは何かしら課題があるので、クリアするとアイテムゲットできます。舞台を3万人クリアさせたらスタミナとかスピードアップのプレゼントがあったりとかします。なんかね、赤い、なんかね、結構ね、赤い通知とかがその端っこについてたりするので、もうとりあえずそこをボン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 押していけば、
なんとなく要領が分かってくると思うので、分からなかったらもうとりあえずこれは何だろう、これは何だろうって押していってみてください。はい、で次が作戦の進め方ですね。左から順に Z ウイルスの調査ってあるんですけど、まあこれはただ冒険していけばいいです。マリオみたいな感じで、勝てないときはヒーローのレベルを上げてもう一回挑むといいです。で思い出の旅、これもね進めていくと Z ウイルスの調査と同じで進めていくと OK です。で週末のアリーナとかバウンディグラウンドとかまあいろいろあるので、これもちょっといろいろタップしてやってみましょう。まあ百聞は一見にしかずみたいなもので、私がどれだけ言ってもやってみないと要領わからないと思うので、とりあえずポチポチすれば要領分かってきます。多分もう結構慣れてきたんじゃないかな、私と一緒に11月の初めからやってきた方はだいぶ慣れてくると思います。意外と難しくないので、はい。でまあそのさっき飛ばした同盟なんですけど、この同盟っていうのが今回すごく大事になってきて、まあ、いわゆる愛こじチームなんですよ。まあ愛こじライングループみたいな感じで、ライングループみたいなで協力して建物建てたりゾンビ倒したりする感じで、みんなで何か協力してそのうちらのチームのポイントを増やすぞって、まあ、協力ですね。一チームになって同盟の戦力を上げようみたいな感じです。はい、愛こじチームです。で次は、まあ、レーダー基地、これもちまちまやっていってください。1日に2回更新されます。レベルが上がっていくと難しくなるけど、その分もらえるものも増えるので挑戦しましょう。基本的には物資とか生存者を助けたりゾンビを倒したりします。で偵察はまだいたことないところに部隊を行かせるっていう役目をします。いろいろ持って帰ってきてくれますアイテムを。はい、で捜索は簡単に言うとさっきも言ったけどガチャみたいなもので、普通捜索は1日7回でコードは1回です。でもチケット買ったら何回でも OK です。他にも改めて大切なことを言うんですけど、これねショップでたまに必要なアイテムを買う、いろんなところにショップアイテムをゲットできるチャンスがあるので、カートマークがあったらとりあえず覗いてみてください。で、病院で治療するのも忘れないで、何か戦った後、絶対兵士が怪我してるから病院で手当てをしてください。ボタンを押せば OK です。で、外で資源を収集することも忘れないでください。収集しないと同盟の資源が足りなくなったり、何か建物を建てるとかってなった時に資源がトマト、ガソリン、木材、鉄鋼ってあるんですけど、それらが足りなくなってくると研究とか建物を建てられなくなったりとかするので気をつけてください。あと愛こじチームの領地で資源を収集しないとその愛こじチームの資源が増えないから、領地を増やす建物を建てるときに資源がないよってなるので、みんな採集は資源採集はぼちぼちしてください。
で始めたばかりの方とかはまだチャプターがあると思うんですけど、チャプターはいずれ終わります。ゲームは普通になんか自然と進めてったら進みます。そんな感じです基本的な。あ、アザージャケットサイン、あ、話変わるけどアザージャケットサイン、そうなんですよ。あ、もう発表された？10時に発表された。明日じゃない、間違えた、今日の10時に発表されました。お、私はですね11月17日金曜日の18時から、リミスタインターネットサイン会あります。アザージャケットサイン会があります。これは、メンバーに伝えたいことを入力してくれたらそのサイン会で私が読みながらサインするので、皆さんお待ちしてます。私は11月17日金曜日の18時からです。これ多分ね、配信当日の配信途中まで募集してるから、ぜひ皆さん17日まで募集してるので受け付けております。はい、では戻りますね、話と。またリミスタのアザージャケットサイン会のことはポストしますね。詳細は多分告知されてるホームページを見てもらったら結構くまなく書いているので、そこをチェックしてみてください。私は11月17日金曜日の18時からのサイン会に参加させてもらいます。よろしくお願いします。というわけで話はゲームの方に戻るんですが、今日の今夜の目標が、なんて言ってたっけ、私1億6000万、あれ1億6000万過ぎとる、あら、あらあら達成してる。私の見てない間に達成してました。え、ありがとうございます、ノルマ達成。有能すぎる。嘘、すごい、みんなありがとう。ちょっとチャット、あ、そうだ、このゲーム内で私チャットを結構頻繁に出現してるのでチェックしてみてください。ありがとう、メッセージ送るね。すごい、みんな嬉しい。今日残業なし？今日残業のノー残業で？え、でもせっかくだからちょっともさあ頑張ってみらん。せっかく私ちょっとやるつもりでやったから、いや、まあまあみんなが残業したくないって言うんだったら別にそれでもいいんだけど、いや、まあ本当にこう、なんだろう、自由っちゃ自由なんだけど、まあ、そのちょっと頑張ってみないっていう、まあ、誘いは一応しとくよね。
あ、別にいいけどさ。でも本当にありがとうございます。私が今日目標にしていたところまで到達してました。ありがとう。いや、本当ね、帰ってもいいんだけど、帰ってもいいよ。帰れる勇気があるならどうぞって感じだよね。いいとよ、いいんだよね、本当に。そこは自由だからさ。この会社の自由な、風通しのいいね、会社っていうのが私たち大事にしてるところだからさ。そうだよね。そうだと思う。ブラックすぎ。いや、本当に、いや、これはでも本当にね、せっかくここまで来たんだったらね。 ちょっとでもゲームしましょうよ、一緒に。今から。提供魂。提供魂。で、私が今から提供魂しますよ。じゃあ、私自身もちょっとレベルを上げていきますわね。ちなみに私はですね、470万ポイントを達成しました。470万戦力を上げることができました。じゃあね、みんながね、400、ちょっと社員のね、社員のちょっと成績を、状態をね、見ていこうかと思います。あ、まだちょっとちらほらと。あ、すごいですね。皆さん頑張ってくださってありがとうございます。結果が全てとは言わないので、言わない、そんなね、ブラック企業じみたことは言わないんですけれども、まあみんな分かってるよねっていう感じですよね。魂がちょっと足りないかな。あれ、みんなで提供魂って言わなかったっけ？ 提供魂だよね。みんなさ、嘘の提供魂なんかこの世に存在しなくていいからね。つけて。 でもすごい、本当にありがとう。今めっちゃオンラインしてくれとる。ありがとう。60人もオンライン中。ありがとう。すごい。ちょっと今、オンラインなメンバーを、メンバーへのファイトメッセージを
からファイトメッセージをお伝えしていきますね。まずはどうしようかな。じゃあ上の方からいこう。つなちゃんありがとう。オンラインすごいえぐい数字えぐい、ありがとう。引き続きよろしくお願いします。あとくじまさんありがとうね。ダースーさんありがとう。私より強い方たちですね。あとカタカナのタカさんありがとう。あとジャポテンさんありがとうね。はい、すごいもう助かっております、ありがとう。でお次がまあざざっと今オンラインで一緒にゲームしてくれるメンバーをたちを呼んじゃうね。つがうさんありがとう。白ふくろうさんありがとう。よしーさんありがとう。嬉しい協力してくれて。あとぶんちゃんありがとう。うりんちゃそうありがとう。見ております。岩川田さんカエルだね、ありがとう。私もこれ欲しいなありがとう頑張ってくれて。でアンニョンさん韓国からありがとうございます。カムサンニーだ。でズーちゃんありがとうございます。なんかガスマスクつけてる、ありがとう。でジェームスさんありがとうね、よく名前見る。でみかんちさん、みかんちゃんありがとうございます。みかんちゃんどうだい調子はカックワイプさん私の写真をアイコンにしてくれてる、ありがとう。すごいよくゲームしてたらお名前を見かけます、ありがとうね。でのぶうやでさんありがとう、本当にありがとう。次、モンブラン01さんありがとうございます。 Thank you。 やうねぴょん Thank you。 次がきのこのかパパさんありがとうございます。ほっぺ拍手。たつま02さん、それから世紀末の人間さん、あおっちさん、イルロッソさん、マフェリアスさん、365デイズさん、リプシーさん、瀬戸内勉強中さん、あんちゃん12さん、レフトさん、もぐもぐ1992さん、クジラちゃん、タイヤン、みんなすごいねオンライン率が。バキハくん、エクレアさん、トモ DD さん、キヨウさん、大根さん、パフィンさん、最近入ってくれたよねありがとうね。モピピさん、コントレイルさん、まさきさん、それからガントチャットさん、トレイシージさん、リョウ622さん、ソリオさん、イリコジさん、ヤマナビさん、シンマナブンさん、ユキ5110さん、ミシタラさん、ヨシポン99さん、セイちゃん、アヒルさん、ヘリアンさん、バオバブさん、コジダイさん、シュウジさん、ウミガメさん、ハイキーさんは、あ、ここら辺からちょっとオンラインじゃないですね。あ、ウミガメさんまでオンライン。ありがとう。みんなよくお名前を見る方たちばかりです。このゲームしてたら。ありがとう。ちょっと一人一人に感謝の気持ちを持って、私もレベル上げを頑張ります。はい、また新しいメンバーが入ってきそうなので、入力フォーム入力したら申請が許可されると思うので、皆さん、ま、新しくアイコジー同盟に入る方は入力フォームを忘れずにお願いします。はい、そんな感じですね今のところ。出席率高い、ありがとう。マジでありがとう。私は今から研究を始めるよ。研究するよ。で研究したらさ
新しいその兵士とかがゲットできるからさ、やっぱ研究が進めたいよね。はい、提供魂まだ3つ、はい1提供、はい1提供、はいまた2提3提供4提供はい、ご提供、ご提供魂、リネちゃんのところにも、あ、入れるのは入れます。はい、6提供、7提供、8提供はい、90提供、11提供あ、同盟複数入れます。今からでも間に合いますか？あ、間に合います。全然、始まって1週間とかなので、今からでも。ただね、チャプター進めたり、チャプター4まで進めないといけないので、あとはそのさっきも言ったように参加しますっていう入力の入力ページがあるの、公式ホームページに。それをちゃんと情報を入力しないといけない。はい、提供、提供魂、複数の同盟は同じペアだったら確か入れたと思う。提供魂、なんかね、運営さんがなんかその申請する時間帯が決まってるらしくって、なんて書いてあったっけ、ケケケ携帯見してよ今から、ケケケ携帯見してよ今から。でもね、夜中はね、申請のね、許可されません。なんか何時だったっけな、何時だったっけ、日中だったら許可されます。何時だったっけの、平日は10時から、あれ違うわ、あ違うわ、分かんない、いつ申請許可されるのか分かんない。でもなんかその時間帯があるらしいので、ちゃんと入力フォームとかに書いてたら許可されますので、大丈夫です。すぐに、そうだね、深夜に許可された時もあったね、そういえば。そうだね、これ多分何も問題なかったらすぐに入れると思いますね。提供魂、提供魂、魂、提供魂、提供魂、
こんばんは。じゃあ今からみんなにチャットするね。チャットします。テキュー魂、テキュー魂。こんばんは。提供魂、提供魂。まあ、そんな今日一日のあれじゃないので、イベントじゃないので、まあ気長には行きたいところですね。今ちょっとチャットにあることを送りました。これは参加されてる方だけが見れるブラック企業の社長からの伝言です。ブラック企業で自分で言っちゃった。あ、ちょっとショップでなんか入荷しようかな。いや、いいか。経済。1分のやつ買おうかな。1分のやつを入荷します。20個とりあえず入荷。もうちょい入荷するか。あ、今のうちに研究 OK。 分かった。研究。研究、研究と、どれにしようかな。どれ研究しよう。
これ。ああ、これね。研究技術1を今研究してます。今ね、同盟の開発の研究技術1を開発し研究中です。そうそうそう、研究のスピードが上がるやつ、みんなのやってます。トゥ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 、愛子ちゃんの画面の下からダウンロード。Yes、そうです。なんか私そんなにゲームガチ勢じゃないんですけど、このドゥームズデーはなんかイベント関係なしになんかめっちゃやってしまうんですよ。多分ね、向いてるゲームだと思うの、このストラテジーゲームというやらにがきっと。そう、なんか結構ずっとやってしまう。え、面白いよね。私普通に、そう、普通になんか向いてるんだと思う、こういうゲーム。みんながどうなのかはちょっと分かんないけど。ハマっちゃう。じゃあ見張り台立てれるかな。見張り台を立てようかな。あ、足りなかった資源が。資源集めに行きますか。収集、収集命令、収集命令を足りないのは、
今足りないのはね、トマトと木材が足りない。トマト木材が足りないかな。見張り台を立てたいんです。そう、トマトいつも足りないんですよ。そう、トマトめっちゃあるよね。自分では持ってるんだけどさ、なんででしょうね。提供魂、トゥ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 ルルルル、テレレテテレテレ、トゥルトゥ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 ルトゥル、トゥル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 、トゥルトゥトゥトゥルトゥル、トゥルトゥ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 ルトゥル、え、金の星マジで集まらんよね。集めてもちょっと違うから。本当にそう。じゃあ今から私はレーダー記事をやります。みんなレーダー記事忘れないでね。こんばんは。ちょっと無言配信になっちゃうね。水を運ぶイベント楽しいですね。やってみてください皆さん。やって味噌漬け。じゃあ今からみんなであれしますか。ハイブマインド、
ありますか？じゃあこいつを倒すぜ。あ、待って待って、この子帰らせよう。一旦呼び戻して、じゃあみんなでハイブラリーし、ハイブマインドのラリーをしましょう。あれ、舞台を送れない。なんで？舞台送れない。なーに？やっちまってないよ。なんでだ？こんばんは。ちょっと港区女子で やるわ。港区女子でやるわ。帝京魂港区バージョン。え、面白い。面白い。え、今日新しいリップ買ったんだけど。今ハマってるのがゲームなんだけど。そうそうそう。そう、ハマってるの楽しくてみんなでやってるんだけど、でもね、新作のリップが予約で予約できるから、予約できたから。そうだから、ちょっと今日は予約してきたの。そうなの。で、今日、そう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 。え、私港区の帝京令和大学に通ってるの。そう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 。港区にもキャンパスあるんだよ。そうそう、あ、ちょっとお化粧が崩れてきちゃった。ちょっとお化粧が崩れてきちゃった。ちょっとお化粧が崩れてきちゃった。
近こういう光る。最近こういう光る鏡を手に入れたの。っていうか、あの経済一すっごい難しくない？そう、わかる？そう、ちょっとね、新しいリップを予約しに行ったら、もうちょっと授業の、あの2限だったんだけど間に合わなくて、うん、経済一難しいからちょっと飛ばしちゃった。そうなの。え、あとでさ、ちょっとさ、オーガニックのさカフェ行かない？あのすごい野菜が美味しいの、アサイーボールとか食べれて、え、本当にあのいいよ、美味しい の、 あのおすすめで、もう一つ今ハマってるものがあって、あのそうゲームしてるんだけど、ま、うちらさ帝京令和大学だからさ、やっぱ帝京魂見せたいじゃんみたいなところにいるじゃん。だからあのうちら帝京魂の見せどころじゃんって感じで、そう、ありがとう。嬉しいよねって話だよねって感じだよね、本当にさ。今日はやっぱあのー、え、嘘、ありがとう、嬉しい、本当に嬉しいんだけど、え、ちなみになんだけど、最近あのうちあの大学中あのやっぱあの膝小僧があの冷えるから、そう、膝小僧冷えるからこれこういうね、あのねブランケットで膝小僧守ってる。そんな感じ。え、みんなありがとう。ありがとうございます。え、私あのちょっと今大学院に通ってるんだけど、そう、大学院なの。そうなの。あ、来年大学院をやっと、そう、そう卒業するみたいな感じ。うん、あの港区にある帝京令和大学みたいなところ。うん、だから今帝京魂を見せてる。そう、いい性なんですよ。いい性なんです。はい、あの一応ずっとあの大学院まで、あれですね、あのずっと
髪の毛のなんで枝毛になるのかっていう研究をずっとしてましたはい、そうですねなんで毛先が枝毛になっちゃうのかっていうのをもうこの大学院までずっと研究させてもらってましたっていう感じで、はい、はい、ではちょっと結構いい感じにはい、ちょっと今からチャット送りますね。チャットご確認ください。はい、送りました。じゃあちょっと今日は、12時まで配信します。てか明日激早なんですよね私言うの忘れてた。激早 GD なの。激早 GD なんだ実は。って感じだよね。本当にそうなんだよ。そう、明日一限からあります。はい。それではですね明日、寝坊しないように寝坊しないようにしたいので、今のうちに提供魂を声提供魂を、みんなで言いましょう。いきますよ、みんな準備はいいですか。せーの、せーの皆さんいいですか。せーので
テイクダムシ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 せーのせーのテイクダムシ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 ありがとうございます。それを聞けてよかったです。はい、ではえーやんえーやんということで、今日はこの辺でちょっとやっぱ終わりたいと思います。提供魂って何？提供魂って何？何でしょうね。私が言い出したんですけど、わかりません。はい、えやんえやんで終わります。えやん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 提供魂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 。はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございます。お勤め、じゃあランキング読みますね。13位ウミガメさん、12位キノコのカパパさん、11位世紀末の人間さん、10位ズーミンさん、9位アオチさん、8位カタカナのタカさん、7位ケンケンさん、6位ウリンちゃん、5位ジャボテンさん、4位ガンチチャートさん、3位ソリオさん、2位クジマサさん、1位はシロクロさんでした。ありがとうございます。じゃあまた明日も一致団結して頑張りましょう。本当にみんなありがとう。お疲れ様。ありがとうございました。提供魂。バイバーイ。